特に靖国問題ですね、はい、私は平成からこっち参りまして36年間、はい、毎月15日に靖国神社の英霊の鎮魂祭をやっております、はい、これは一つの役目があって、東京へ、それまで大阪をおったんですが、はい、30年間、はい、東京へ出てきた役目はまず靖国を英霊を慰めろと、一つの供養ですね、これが原点ですね、はい、ですから、まあ、毎月5、60人は財団のメンバーが来て、靖国お参りしてるんですが、正殿参拝ですね、はい。特に靖国神社の正面に向かって左側にございます鎮霊社、はい。この鎮霊社というのは約50年前、筑波宮司というのは足元家の2代目の息子なんですけども、この筑波宮司が世界中を回って夫婦で、そして靖国神社には、いわゆる日本人であった台湾とか中国、朝鮮人以外に世界中の先場所を祀ったお社を作らないといけないと言って50年前に鎮霊社を建立されたんですね。ところが今から約5年前、安倍の奥様が私に相談に参りました。首相のね、当時のね、しかるば奥さんと、まず靖国が原点だぞと言ってその事情を説明して、そして一番先に暮れに突如と言ったわけですから、で私の指示した通り一番先に鎮霊社を参りした、そしてインタビューで初めて50年に一人の総理大臣だったんですね。そこまでは良かった。ところが彼をお参りした後に岸外の若い男性が火炎瓶4本を持って放火するわけですね。どっから潜り込んだかわからない。飛んで行ったんですけど、私もね。いずれにせよ、ぼやで終わったんですけども、いずれにせよ、50年に1回お参りした安倍総理の後に、火炎瓶で放火されたと。もう一つの因縁ですね。だからこれもあれも安倍総理にできればその後始末ぐらいしてほしかった。はい、ね。まあ、その辺のことも、霊的なことを通じなかったんですけどもね。まあ、あともう一つ一番大事なことは、はい、今、北朝鮮問題ですね。私が金がね、気になってた、その、北朝鮮出身の軍人軍属の英霊の遺骨が、はい、未だに、目黒祐天寺に420王目放置しております。なるほど。ね。で、よく調べました。うん、そうしましたら、日本の国の厚労省担当は、年に一回、担当課長は内緒で線香を見に行くだけだと。なるほど。ね、それを聞いて、私はこれじゃあまりにもあれだと。当時昭和天皇の兵隊として亡くなった韓国人を約1000名お金つけて返しましたが、はい、北朝鮮の軍人グッズを未だに425名鍵かけてかかったままです。ですからそれ以降私は毎月靖国神社の帰りには目黒祐天寺の英霊に対して日本人として亡くなった北朝鮮の遺骨に対して塔婆を立てて毎月供養しております。なるほど。まあこれをやらない、霊界を沈めないとね、拉致問題なんて解決しない。そうですね。向こうは、拉致じゃなくて、捕虜だ言ってるんですよ。そうですね。捕虜と拉致じゃだいぶ違いますね。歴史変わってくると言うてることも変わってくる。だから、こういう時に、喋っていただくということは、後の人たちにとって混乱を生まないんですよね。で、まあ私も、本当に殿下ほどではないですけども、あちこちの外国に慰霊に行ったりとかしてるんですけども、この4月もね、ちょうどこのバリからベトナムへ行くという時に調べていくと、もうとんでもないことが、北朝鮮から、まあ兵隊としてゲリラ戦で出向いた者がいる。しかしそういうことは日本に伝えられてない。またその北朝鮮から行った、まあいわゆる陸軍の中の兵学校の教えと同じって言ってるんですから、まあ、強い勝ったんでしょうけど、まあ、ベトナムだけはアメリカに勝ったわけですね。リベンジですよね。でその時に実は日本から随分傭兵で入ってるっていうんですよ。それ全然知らない。だから学生運動の時のよりすぐりはまた切腹した人もいたしね、西海峡みたいに。あの時のよりすぐりは淀港事件でみんな戦ってるけども、そうではなくてそっちに戦いに行った人もおると。全然知られてないし書いてないんですよね。おっしゃってですね。だからそういうことが分かる人が出てきたらやっぱり祈りぐらいやっぱ行かないと、リゾート行ってる場合じゃないですよね。そこはもう私たちも同感で、祈ることができる、まあ私たちも一応主権等で、今日も全部学んできているので、ですから、このことのために育てられたんじゃないかなというふうに、この頃思っています。ですからもう、
おっしゃるとおり、ね、まさに、だからテポドンどんどん早く帰りたいから、テポドンミサイルボンボン撃ってきます。それともともとですね、当時、400年前に日本の歴史を見ますと、はい、豊臣秀吉が朝鮮征伐行った時に何をやったかですね。はいはい、彼は、司令だけだし、自分自身は、名古屋城というあそこのまで、唐津まで行くんですけども、はい、日本の武将が争って、朝鮮征伐って何をやったかですね。はいはい、いわゆる、朝鮮人の首だと大変だから耳と鼻を取ってきたんです。はいはい、で日本中の武将、特に加藤清正を筆頭に、12万6千人の耳と鼻を塩漬けにして、カマスに入れて持ってきたと。当時の400記録を見ますとね。はい、で、論功行賞ですから、はい、一番耳取りのチャンピオンは加藤清正。はい、彼が、豊臣の時代には54万石の熊本城をもらうわけですね。うん、耳取りチャンピオンだから、はい。それをどこに持ってきたか。東堂高虎という武将が船で運んで、京都の東山の豊臣秀吉のお墓の真下に現在、耳塚といって、500坪の土まんじゅうの中に12万の耳が埋葬してますですね。そこへ平成2年に、韓国の有名なパクサンジュ霊能者が参りまして、どうしても先祖の耳持って帰りたいと、はい、いう相談が私の本家では散々参りまして、当時、私のエリアには、山形県のエリアには加藤浩一という有名な幹事長がおったんですけど、はい、彼にちょうど相談したら、そんなところの騒ぎはないと。ね、加藤の乱でそんなところ騒ぎはないと。と調べましたら、加藤の先祖は、加藤清正なんです。はい、で、徳川に勝った時に、やり手だから、うん、いわゆる54万石から、1万石に忠広という息子は左遷、伊夫婦って言うんですけどね。うん、で、1万石の山形の将来、うちの本家のそばに来たんですね。なるほど。お父さんの妻に加藤清正、遺骨を積む。さあ、彼を呼びつけて、私は、うちの親父がやったんだけども、拒否されました。はい、しからばお前がやれと言って、私は実行委員長、当時いろんな事業もやってましたからですね。で、私は全て取り仕切って、耳塚の12万6千の耳を携えて、韓国の、やる東明仏院のところへお返し申し上げました。これが大変なことでですね、一つの大きなニュースになって、北朝鮮もみんな知ってたんですね、この情報も。特に北朝鮮というのはスパイ天国です、全部情報で、何遍もオファー来ました、私の、はい、今の金のお父さんの時代ですね、うん、だけどいろんなことで私は情報を持ってますから、うん、断り続けて、いまだに言ってませんけどね、いずれ行く時には白装束でね、四軍道の格好で見事雄天寺の遺骨を返す時には行くと、うん、で今まで待って待って待たされて、今度行く時は表さんも一緒に、はい、お返ししましょう、遺骨を返す時には ね、こういう霊界を鎮めにして、ね、人間が収まるわけないじゃないですか。これがまあ日本の現実の姿です。政治家はしっかりしなきゃいけない、今の現実ですね、まだ解決しておっしゃると思います。だから加藤浩一はどういう亡くなり方をしたかですよね。もういろんな、もう歴史的に右翼に火つけられるわ、娘は傷もされるわ、しまいに自分はね、脳溢血で死ぬわ、ろくな死に方してね、霊のあれって非常に厳しい。そうです、ね、私の年下ですからね、加藤浩一はね、それでも役目終わったんです。ね、だからこれからね、いよいよ最終ラウンド、この特に私のおばさんは、はい、唯一皇族から韓国の李王朝にお呼びに行くわけですからね、どんな苦労したか、この観覧神宮、はい、涙なくして語れない、はい、その後始末を全部これ梨本に来たおかげでやらされてるわけですから、はい、ぜひこれから対韓国朝鮮、北朝鮮問題は表さんもぜひね、はい、表裏一体となって、この因縁解消をやらないとですね、ね、誰かが続けていかないと、ね、おっしゃるとおりです、ね、ですからもう明治維新以降 の、あの辛亥革命の時から、その山陰というのも、それは祈りだけじゃなくて政治的なことも絡んだり、まあ物々仕事もいっぱいあったわけですね。おっしゃるとおり、我々の時代には今、感性の鋭いアーティストたちがどん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 ね、そういうことを、この祈りという部分から踊りとか歌とか、まあこれ同じなんですけども、そういうことを自然にやり出していってるので、私たちはそういう人たちも引き連れてね、ぜひその、まあ、あの歌舞音曲は宮廷でも、それから仏教でもみんなあるわけですから、そして霊を慰めるというようなことがみんな目覚めて、そうですね、今は政局にそれ言えなかったというか言えないでしょ、国で。
こんな祈りの国が政教分離ってありえないですけどね。おっしゃっておっしゃってですね。だからそこを、あの、アーティストたちからもう一回目覚めさせていこうじゃないかと。そうですね。いうようなことを、なんか僕アーティストって、まあ、ピカソも含めてですよ。はい。菩薩業やなと思ってる。今日その話をしてたんですけど、はい、要するに気がつく、皆に霊性の改革を気がつかせるために、絵があったり、歌があったり、曲があったり、まあ、ジョン・レノンもそうですよね。殺されるんですよ。あ、それで、あの、はい、表さんが、あの、ローマ法の話前ね、実は私も、ね、5年前に、エストニアの大統領の招請で、約3万人世界中から集まったんです。はい、でその時の条件として、唯一、ローマ法だけ少々ずつすると。なるほど。で、参列する方は全て、今回黒の背広着てこいと、はい。で、そこで私は条件つけました。はい、私は天皇の代わりに行くのにね、はい、白装束で行くぞと言って、はい、まあ、OK とオファー取りまして、はい、3万人の中で唯一、ローマ法と私だけ白装束、私は紋付き羽織袴の白装束で参りまして、何を言ったかですね、はい、ローマ法とのいろんなミーティングがございまして、名前からしてあなたただの法王だぞと、ね、日本の天皇という字は白の王と書くんだと、はいね、白の王。その違いを説明いたしました。そのために日本の天皇家は選挙権ないんだぞと。名字もないんだぞと。まあびっくりするわね。しからば名前を変えなさいと。そして5年前来るときには、法王から教皇に変わってきたんです。白の王にローマ法も名前を変えて日本に来たんですよ。で、天皇と謁見されましたけどね。ですから、その辺でね、世界の、人たちも認識不足という日本のまあアピールもしょうけど天皇家な選挙権ないわけですから、はい、梨本家だって皇族なかったんだから、はい、終戦、ちょっと待てにはね、はい、だからその辺の違いをですね、はい、神道が世界を救うというあのカデロ大使と、亡くなった加瀬さんの書いた本がありまして、その本を私は2時間かけてローマ法に謁見、した時に、説明してですね。はい、で、感銘を受けて、で、日本に来るとき彼は名前を変えてきたんです。なるほど。ただの法王から、教皇にしろの。しろときは無だから。だから積極にないんだと。いう、その辺の違いをですね、デフェレント、説明しないと、世界に発信する日本の天皇家っていうのは、ね、はい、いかに大事な役目があるかですね。だから神様ですよ、はっきり申し上げて。ね、天皇家って。選挙権ね、この基本的人権のうるさい世の中で選挙権ないなんてとんでもない話でしょ、そうです、ね、これが今の天皇家ですからね。だからこれから、まあ一つの大きな私役目あって、まあ今まで内緒にしてたんですけども、肝心なこと言いますと、今から13年前、いずれ天皇の御位につく悠仁殿下が、動物が好きでですね、はい、上野動物園に彼は4回見に行ったんです。パンダをですね。はいはい、ところがテレビで見てたら、ぬいぐるみのパンダしかいなかったんです。なるほど。なぜかというと、当時、石原慎太郎知事は、シナ人共産党と言ったんです。それで中国で二度と上野には動物園やらないと。なるほど。パンダをね、うん。それを私は聞いて、私はコネクション持ってますから、はい、さっき申されてましたように、はい、まさにですね、明治天皇の母方の京中山家、中国の国父といわれる孫文、はい、彼は中山家に養子に入って明治天皇と義兄弟になっている歴史的なありがあるわけです、その私も現在やってるんですけどね、まあ、こういう因縁もあって、これには一つの歴史的な表で言ったこといっぱいあります。そこで私はコネクションあるから中国へ参りまして何回も参りました、はい、どうしても天皇のお孫さんがパンダに会いたいと言ったよと、はい、で OK 取りました。当時の胡錦涛温家宝総理大臣に頼んで、うん、私が実は2匹持ってきたんですね。なるほど。ずっと内緒にしておりました。ところが去年、はい、私の本家で出羽三山へ悠仁殿下と紀子さんが参りましてお礼参りですね。なるほど。それで先月私は逆にお礼参りに中国行って参りました。当時の人みんな亡くなっておりませんからですね。まさにそういう一つの因縁解消と言いましょうか。だから中国ともこれも全てね、孫中山さんのおかげなんです。なるほど。明治天皇の一つの大きな見働きがあったのよからね、はい、でうちの梨本家のこのマークも明治3年に明治天皇にいただいたマークですからね、はい、各皇族が全部違いますよ、旧皇族も、うん、ですから明治天皇が
あの世から出てきて一つの霊界から、はい、そして一冊の年間のために私はエスコートをしたわけですね。現実実際に残っていましたんですからね、うん、まあそういう一つの霊的な作用があって、はい、そういうことができるんであって、まあたかだか人間界になっているのはね、全て 100% あの世に行くわけですからね。だからこの世のあれ、おる間にあの世のこともちゃんと供養、そうですね、因縁解消しておかないと、しっかりとやっとかないとですね、100% 行くんだから、ね。そうですね。そういう、それぞれ人間役目がありますから、表三年表の役目、私の私の役目。そうですね。だから役目終わった加藤浩一さんなんて、私年下ですよ。はい、すぐあの世行っちゃう。ね。私こんな86歳も、まだまだこれからって頑張ってるわけですから、ね、よろしくお願いいたします。重鎮と言われた先生方に僕も、まあ、まあ、よかったと思うんですけど、本当にいい先生につけることができました。まあ、うちも、あの、表の家だけでも26代で古い家なんですけど、なんとなくその日本人のルーツっていうのは本当に古いんですよね。佐賀もこの、ちゃんと確かめていくと、それこそ雨の水上にまで繋がってしまうという、26代だけでももう足利ですから、ですがそう考えると、やっぱり我々がやらなければならないことっていうのは、もう生まれる前から背負って出てきてる、決まってたんだろうなというふうに私はこの頃思ってます。ですからまあ、僕も本当に、まあ天下君も最後にね、ちょっと言ってほしいことがあるのはね、これなんでその三宅とかもそうですし、天皇家のまあ関係と言われる人、まあ、それ使ってきた人もいるけれども、同じ日本人の中で、まあ、もしくはと当然あの朝鮮から渡ってきた人も、それは奈良時代までいたら何もでもおるわけで、はいはい、そうすると今その我々のこの国からもっと和合をしていかないといけない、そのために神楽とかもあるんですね。それで我々がやっていってる中で、なぜうちはでもめるんですかという、別にあのそのいろんなね、三宅の関係者がいる、ね、八家とかあの山家の関係者がいる、それぞれがしっかりと、ね、一丸とならなくても、あの、陰徳を積めばいいんじゃないですか。おっしゃ。で、そこが、うちは今みんな兄弟喧嘩いただくんですよ。これをなんとかしないと、もうなんと操りたい人からしたら思うツボじゃないですか。おっしゃ。ここをね、もうぜひね、どうやって、この国の中でね、そんなしょうもない小競り合いしてたらね、どうやって世界平和ができるのか。ね。ですから、あの、いつも最近あの世から言わされるのは、親と子は全部腹が合う。どんな子供可愛い親はですね。はい、ところが、兄弟腹合わないから喧嘩するもんだと。うん、だから、まず、原点は、世界平和の原点は兄弟腹合わせと。はい、世界中が今、兄弟喧嘩ですからね。そうですね。こっから始めないと、本当のワンワールドピースっていうのは、まあ、兄弟喧嘩からうね、まくやろうというのが、私は、あの、そういう一つの役目で、これ、ね、いずれどんどん繋いでいかなきゃいけないわけですから。だから、今後のためにも、恩衆を超えて、陰徳を積めという私の一つのキャッチフレーズなんですけどね。はいはい、だから陰徳をいかに積むかでしょうね。ねえ。まあだから、今、その世間の中で、この YouTube なんて何でも好きなこと言えるわけで、うん、ええ、まあ今日は本間もんの話だと僕は思ってるんですけど、まあ偽物とか本間もんとかね、いろんなこと言われますけれども、結果としては、それらは自分たちの恥をさらしてることになると思うんですよ。ええええ、ですから自分たちの中で自分たちが仲良くしているという、この現実をやっぱ世界に見てもらう。これが一つの和合の、あの、黙って相手に、が頭が下がることだと思うので、まあ、ここをぜひ今日のお話からね、そうやって陰ながら、恩衆を超えて、粛々とやっておられる方々がいる。ね、こういうことに対してみんな感謝を思う。ということから始めていただけたらなと僕は今、あの、思ってるんです。ですから、無理やり引っ張り出して。ありがとう。こちらこそ、まさに合唱です。合唱です。合唱。今後ともね、皆様もぜひ、あの、その、今までみたいになんかその団体を作るとか言うんじゃなくて、うん、私もちょっとこのヤタガラスのね、はい、ね、元こともちょっといろいろ調べて、今、あのアニメでもいっぱいやってます。はいはい、このヤタガラスのアニメも出てくるらしいんですけども、はい、その要するにみんな勝手にやったんです。はい、ということはみんなが気持ちは、この国を、世界を、天皇を、それぞれが支えてみんなで、それぞれの、あの、少しばっかりでも力を出し合って、やろうじゃないかというのが、一つの体制やったわけですよね。ですから基本的になぜ三本足かというところに、さっき申しましたように、過去、現在、未来、時と場所、真理、体、はいはい、ね、この三つのサイクルをいかにうまくコントロールするかですよね。はい、だから、あれ、シンボライズされた三本足は、実際おるわけないんだけど、これは一つの大きな知らせなんですね。過去、現在、未来。なるほどね、だから、出羽三山、大和三山、みんな三つなんです。これのバランスですね。この3つのバランスをとっていかに世界平和に貢献するか、ね、
頑張ってください。ここが重要なとこなんで、ね、まあ、ぜひまた勝手ねんでね、八田ガラスのチームみたいなができてくれたらいいなと。ね、今、そういう時期来てますから ね。ぜひまたそれは一緒にまたさせていただいて、ね、いろいろとまた問題点があったらお聞きすることもあると思いますけど、こちらもそうです。ぜひまた今後ともよろしくお願いします。距離一体で頑張りましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。その合唱です、はい。ありがとうございました。